はい、ありがとうございます。竹田邦子さんをお迎えしての第3部でございます。テーマとしては国守、国を守るというテーマなんですが、このあたりについてはいかがでございましょう。そうですね、もうこれは参政党にですね、私の、この国を守るプランというのを出しておりまして。あ、そうなんですか。はい、あらかた参政党の幹部の方も基本的には了解されていると、うん、そうですね、いうことが話しやすいんですが、はい、まあ、国を守るって当たり前ですけど、第一条件は国を守ろうと思うことなんですよ、うん、それは当たり前ですよね、はい、守ろうと思わなくて国が守れるなんていう生易しいもんじゃないわけですね、うん、しかし現在では日本人は国を守ろうと思っておりませんよ。なるほど。だって日本というのは、まあ、これは坂田さんが専門だけども、経済力も強いし、はい、それからまあ経済力ばかりじゃなくて自然もいいし人間もいいし、うん、教育程度も高いし、はい、国土面積ですら海を入れると、海の EEZ を入れると、まあ、世界6位と、はい、から9位ぐらいというふうに計算できますしね、はい、まあ、そういう点では自国で、ま、国を守れないほど貧弱な国じゃないんですよ。そうですよ ね、はい、ね、しかしそれで憲法9条は別に日本軍を禁止していることではないんですね、はい、まず一つはあれは歴史的にはパリ不戦条約というのがあって、はい、その条文をほとんど移したようなものなんですけども、まあ、そこではそのパリ不戦条約に加盟した国は、それはあの軍隊を持っちゃいけない、戦争しちゃいけないって書いてあるんですよ、はい、しかし、その加盟したところは全員が、全加盟国が軍隊を持ち戦争してたわけです、うん、はい、それはなぜかっていうと、法律とか条約、憲法も含めた法律とか条約で人が持っている基本的の権限、権利を侵害することはできないわけですね。うん、それは限界、法律の限界なわけですよ。はい、つまり国防、そこの国に住んでる人がその国の人の命を守るというのは人間固有の権利だと、少なくとも現在の先進国は全員が考えてるんです。日本以外は。うん、例えば憲法で、150センチ以下の人は日本人として不適切だから殺していいと、うん、というようなことを憲法の条文に書いたとしても、はい、それは有効ではないという考えなんですね。つまり人間本来のしてはいけないことを憲法で定めたから、はい、その条文が生きてるかと、それはもう無効な論文の条約、条項であるということですね、うん、ですから、あの憲法9条に国際紛争を解決する手段としてはっていう正し書きが入ってるのは、これパリ不戦条約と同じなんですけど、はい、戦争とか国防を禁止してんじゃありませんよと、ん、侵略する戦争をダメだと書いてあるんですよということなんですね、はい、ですからもちろん日本軍は必要なんです、うん、で日本軍を持ってアメリカ軍に少しずつ出てってもらって、はい、これで日本が完全に国防としての独立国になるということが第一なんですね、うん、ちょうどこの前沖縄に行ってきましたが、あ、はい、沖縄ちょうど復帰50周年でいろいろ行事がやられておりました、ね、はい、間違いが2つありました、はい、沖縄の人にもその旨はお話ししましたけど、うん、一つは軍隊のない平和な島っていうのが一つ その沖縄の人の共通の言葉になってるんですよ、はい、しかしそれは全く歴史とは違って、うん、軍隊がいれば平和な島なんですよね、うん、つまり誰かが守らないと平和っていうのは得られないっていうのが1648年のウェストファリア条約から始まっている現在の全世界の共通認識、うん、力の均衡とも言うんですけどね、はい、だから軍隊のない平和な島なんていうのはこの地球上にはありえないんですよ、うん、侵略国がいなくなればっていう最初の仮定がいるんですけど、うん、侵略国はありますからね。そうですね、はい、それからもう一つ沖縄の人の間違いも、これは沖縄の人に言ってきましたか、はい、何を間違ってるかって言ったら、沖縄だけが負担があると考えておられるってことなんです。あの、はい、沖縄ではこう言ってました。これももう定常的なフレーズなんですが、 0.6% の人口の沖縄が 70% の、あの米軍をあの世話してると、うん、これは過重だって言い方ありますけど、はい、日本国土はそんなとこいくらでもあるんですよ。例えば横田基地の周辺の人から言えば、あ、はい、空域全部奪われて、うん、トランプ大統領が訪日するときに羽田にも成田にも着かずに横田基地に着くわけですから。そうですね、完全な占領状態ですね、
それはその行政区分が、その立川周辺というのは行政区分じゃないじゃないかったって、そこに住んでる人たちは行政区分なんですから。なるほど、ね、はい、そうですね。ですから当然、はい、膨大な基地の横に住んでるわけですよ。はい、いや沖縄は島国だから沖縄だけは限定されるってそんなことありません。うん、で僕はやっぱりね、あの沖縄の人に言ったのは、日本全体でまず我々日本国民が日本国民を守るという決意をしようじゃないかと。はい、うん、その上で沖縄の基地も横田基地も同時に出てってもらおうじゃないかと、うん、そうしないと沖縄だけが出てってくれっつったら、鳩山元総理大臣みたいに徳之島に移すのは何だか言って、またこれうまくいかないですよ。うん、佐世保もそうですよ。はい、佐世保市っていうのは背景に山がありますから、一つの島みたいなもんですよ。なるほど。であの佐世保市なんか行って、アメリカ軍の多い飲み屋に行ったら、最初にお金払って、で500円払ったら500円だけ酒をついてくれるって、完全にアメリカ式ですよ。はい、ありますね。そういうとこはいくらでもありますからね。うん、だから沖縄だけではない、日本人が日本人を守るんだっていう、そのあれをね、はっきりとさせてやるべきだった。だけどもう、うん、あの60年か70年経ってますから、これからでも遅くないから、うん、そうやってみんなでやっていこうじゃないかって、この前沖縄行って呼びかけました。なるほどですね。うん、まあ、それが、まあ、第一です。だからもう何が何でも日本人で日本は独立するんだっていうことをね、うん、まず決心する、はい、これはまあ参政党で今はもう統一的な見解だと思いますね。うん、それからそれに基づいて今度は外交ですね。はい、外交はやっぱり筋を通すってことですね。うん、例えば被爆国だからアメリカの傘と下なんて、核の傘の下なんて言ってないで、はい、やっぱり核兵器は反対とか、うん、それとはっきりとした方針を決めると、はい、まあそれが第2、はい、それが済んだら今度兵力の均衡、パワーオブバランスですね、うん、これを取る。で中国と日本のパワーオブバランスは陸軍はほとんど関係ないんで、海軍と空軍のバランスを取るんだったら、大体漢字としては5兆円の予算を5年間ぐらいでできますから、だからまあ、 あの今 1% の防衛費を5年ぐらい 2% にすればですね、うん、できるので、まずその基礎の日本を守るしっかりした平和外交、うん、思いを持つっていうのがまず一番、そう、あと平和外交をしっかりすると、平和外交、あの外側が日本は平和を望んでるんだと、今玉虫色ですから、うん、例えば国連で核の反対決議をあったら日本は棄権しますからね、今。あ、アメリカと遠慮して棄権してます。だからアメリカと同盟してたって、別に核に対しては日本は被爆国だからって堂々言えるわけです。その通りですね。だから断固たる平和外交っていうのを今やってないんですよね。うん、それから3番目がパワーオブバランスで力の均衡を図る。そこまでいったらね、今度は尖閣諸島の問題なり何なりに断固たる態度が取れるわけですね。あ、はい、力が均衡しなければ取れませんから。そうですね。それで僕は今議論をしている、例えば核兵器を持つべきかだとか、はい、そういう議論はもうそういう1番から4番あなたできるのと、うん、いうことが終わってからだと思いますよ。なるほど、うん、順番があるぞと、あるということですね。だいたい国を守ろうということで日本人が一致団結してないのに、核兵器持ってどうするんだっていう感じですよ。うん、だからどんないい武器持ってもやる気がなければダメでしょってことですね。そういうこと。それからね、特に現在は中国が仮想敵国でしょ、はい、うん、中国の中距離核弾道ミサイルというのは日本に向かって5サイロ5つの基地があるわけですよ、はい、だから日本がもし中国と同じぐらい300発ぐらい原爆持ったとして、はい、日本が中国に撃ってに中国人が10万人死ぬと、はい、中国から日本に撃って日本人が10万人死ぬと、はい、これをやり合ったら必ず中国が勝ちますよ、うん、人口が15倍ぐらいあって、そうですね、国土面積すごく多いわけですから、はい、ですから核兵器の打ち合いで中国が痛むから核の抑止力があるっていうのは僕は日中間ではないと思うんですね。あ、なるほど、ですからその核の抑止力というのは特定の場合しか生まれませんね。だから日米安保条約があるからって言って、うん、中国が日本に核を撃って10万人死んだと、じゃあアメリカの ICBM が中国に撃つかって言うと撃たないと思うんですよ。だってアメリカの ICBM を中国に撃ったら、中国は今度は報復は日本にするんじゃなくてアメリカ本土にしますからね、はい、だからその日本自身が核を持っても核の抑止力はない、
なるほど。それからアメリカと同盟してても核の傘も何も効かない、うん、そういう状態であると僕は思ってるんですよ。なるほど。でこれはやっぱり議論が必要で。そうですね、はい、だけど全然議論しないんですよ、みんな逃げちゃって、うん、だからやっぱり議論をして、まあ、国を守るってことが非常に重要だと思いますね。確かに今、はい、多くの人は日本は独立してるし、まあ、なんて言うんでしょうかね、平和だし大丈夫なんだっていう、なんかこう、こう何の根拠もない大丈夫なんだ状態になってますよね、はいはい、だから今度突然ウクライナが攻められると、はい、突然ウクライナが攻められたから日本も攻められるんじゃないかって、そんなような知能レベルっていうか決断レベルでね、国守れません。その国を守れない典型的な現象がもうすでにあって、それが横田めぐみさんですよ。ああ、はい、日本の国土から中学2年の女の子が外国にさらわれたのに警察も手が出ない、海上保安庁も手が出ない、はい、自衛隊も手が出なかったんですよ。なんで手が出ないかっていうと、みんなが国を守って日本人の女の子が日本の国土から外国にさらわれるのを止めることも今決断がついてないんです、うん、で僕は非常に過激なことをずっと言い続けてきて、横田めぐみさんをとにかく取り返していこうと、自衛隊は北朝鮮に行ってくれと、はい、全然ダメなんですよ、うん、だからじゃあ日本人は守られてんのってね。だからそれ、その今坂上さんが言われたようにどこが攻めてくると、いや攻めてきてんじゃないか事実、うん、一人だからいいのかと、まあ一人じゃないですよ、北朝鮮に拉致された人の数は結構何十人だと言われてますが、うん、ね、そういう数の問題じゃないですよ、はい、一人でもやっぱり守るときは守るっていう気概がないといけないわけでしょ、うん、だから、うん、横田めぐみさんの事件っていうのはまさにその日本が全くその日本人が誰かがダメになってもそんなことはもう俺には関係ないという情けない国民になったっていうことですよね。同じように外国にいる日本人も、はい、他の国のは助けに行くけど、そう、日本だけ助けに行かないっていう、そうそう、事例がたくさんありますよね。たくさんあります。もう日本は死んでくれっていうね、うん、でどっかイランだとかイラクだとか、まあもちろんあそこら辺で日航機出せないか、日航機何が出せないからっつって、ボランティアが行くとか、なんかそんなようなね、うん、情けない国になっちゃってるわけですよ、政府決断しないと。結局トルコに助けられた例もありますね。ああ、そうそうそう、トルコに助けられた例がありましたね、はい、うん、サダム・フセインが今から24時間以内に空と全部撃ち落とすと言ったんですね。そうそう、そうそう。でも同じようなことが本当たくさん起こっちゃってるんですよね。そうなんですよ。ということは日本って平和だとか思いながら、実は外側からも非常に脆弱弱いし、はい、日本人が外行っても助けてくれないという事実があるということなんですよね、はい、日本でそういう災害に遭わない人、侵略に遭わない人が平和だというだけですよ。うん、特に左翼の人ですね、問題は、うん、左翼の人が今までずっとそう言ってきて、はい、横田めぐみさんにも目をつぶってきたのは主に左翼ですからね。なるほどですね。だから左翼の人はもう日本人を守ろうと思ってない、自分たちが良ければいいと思ってるってことはもう歴史的に歴然としてると思いますね。そういう事実があるということですよね。はい、そうです。しかし、まあ本来国民の生命、財産、領土を守るのが国の仕事、役割ですから。そうですからね。だからアメリカ軍が占領してる時に日本の憲法の草案を見て言ったのはですね、はい、この憲法はダメだと、もともと独立国の憲法ではないと、うん、だから軍隊を持てないなんていう憲法は、はい、その憲法として成立しないって言ったのがアメリカ軍の証拠だったんです。なるほど。ね、それはもう当然だと思いますよね。うん、だって国の憲法が国を守らないって言ったら一体何のための憲法なんだと。それがもう具体的に横田めぐみさんで現れたわけですよね。まあ、彼女が今これから救えるかどうかは別に、救えたって人生の大半を失ったことは間違いありませんから。そうですよね。はい。つまり国民が、国民じゃない、国家が国民を守っていないという事実が露呈されたってことですよね。そうです。やっぱりそういう事実から我々がじゃあどうしたらいいんだということを、まずだからまあ思いから始まりますもんね、確かに。ただね、日本人はもともとそうじゃなかったわけですよ。そうですよね。どんな時代でもやっぱり日本人は相当世界としてはね、評価して、はい、魂のある人間だと、うん、むしろ武士道とかそういうのが高く評価されて、はい、日本人は結構気高いと、
はい、みんなが思ってたわけですよ、はい、それを全部ダメにしたのは僕は現在の野党系の人たちだと思いますね。最近では自民党もほぼそうなっちゃってると、うん、これはだん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 社会がもうそういう、まあ最近なんかどっかでそういうのありましたよ。なんかあれマイカードを使いたいためにカードね、うん、国民カード何つってましたか、はい、マイナンバーマイナンバーカード、はい、あれを健康保険にリンクさせるために金渡すんですよ、1万5000円リンクしたら金あげるよっていうわけですよ。へ、こういうのは日本文化になかったんですよ。日本人っていうのは金と関係なくするべきことをするっていうことを議論して決める民族だったわけです、はい、それがもう本当に愚劣なヨーロッパの人たちが奴隷を使うように金で、うん、そのマイナンバーカードので保険証の機能を持たすということすらね、うん、お金を1万5000円つけなきゃなんか国民が動かないんだと、うん、それでそれを担当した総務省かなんかの大臣がニコニコしながらそれを説明すると、そういうやっぱり日本文化では今までの日本人が幸福に2000年間過ごしてきたっていうのは、うん、まさに日本人の誠意であって、はい、金では動かないという日本社会が作ってきたものですから、うん、極めて危険な状態にあると思いますけどね。どこかでお話しされていたやっぱりヨーロッパっていうのは一部の例えば 10% の王族みたいなものと9割の奴隷みたいなそういう歴史であると。そうです。でも一方で日本っていうのは何でしょうかね、恥を知れみたいな武士道の文化があって、はい、お天道様が見てるというかお互いに一緒にやっていこうよというものがあったと思うんですけども、1945年以降僕はウォーギルトインフォメーションプログラムだと思ってるんですが、戦争が悪かったんだということをガンガンやられて、はい、教育自体が全部そこで洗脳されまくって、なんかそれをまさに今の団塊の世代ぐらいの方が一番それをこう受けたんだって、こういう感じだと思うんですけども、はい、まあちょっと福沢諭吉先生が言われたことなんでちょっと口はばったいんですが、はい、文明開化っていう言葉が非常に誤解を招きましたね。あ、ヨーロッパが攻め、はい、文明が高かったわけじゃないんですよ。うーん、ヨーロッパが高かったのは暴力ですよ、うん、人を支配する力、うん、これはヨーロッパが強かった。武器とか、はい、武器とか、はい、戦艦だとか、戦艦とかね、はい、前の回の時にお話をした英語の文法だよとか、はい、こういったものが侵略性を高めたわけですね、うん、その侵略性の高いことを文明と呼んじゃったんですよ。なるほど。ところが本当の文明ですね、人間とは何が大切なのか、はい、力がある金がある知恵があるんじゃなくて、うん、やっぱりかけがえのない人、人のために尽くす人、うん、そういう人が一番偉いんだという日本文化、うん、だから決して文明開化ではなくて、はい、暴力だけが優れている西洋文化を文明開化と言ったことによって、日本人は西洋のものを真似れば文明国になるんだなんていう錯覚をしたところに大きな間違いがあったというふうに僕は思ってます。なるほど、はい、やっぱりだから日本の文化を学んでですね、うん、もちろん男女同権だって日本の方が全然はるかに700年も早いわけですから。そうですね、はい、それを全部間違ったのがちょっと言った人もあるんであれなんですけど、文明開化という言葉だったと、うん、最近ギルティープログラムの問題ありますけどね、はい、それよりか先にそういうのを受け入れる土壌というのを日本が作ってしまったと。富国強兵もそれに近い感じですか。そういうことですね、うん、結局ねそこを一つの旗頭にしてしまったところ、はい、追いつけと言ったの一面いいんだけども何かそこで捨ててしまったものがあるっていうことですね、はい、まあ明治の前の江戸時代だって薩英戦争では薩摩が勝ってますしね。ああ、はいはいはい、必ずしも日本が、まあ、その時刀だったりアームストロング銃がなかったりするっていうのはその問題でありましたけど、うん、本当にごく一部だったと思うんですよね、うん、それを大げさに考えすぎたというのが、まあ、現在の復興を作ったんじゃないかと思ってますけど。あの時も溶鉱炉作ったり船作ったり、はい、その後ね、はい、なんですか、大砲作ったりっていうの自分たちだけでやっちゃったわけですからね。そうですね、すごい民族なんですよね、すごい民族ですよね、そっか、ありがとうございます、はい、いやいや、ちょうどこれで時間ではあるんですが、本当は情報戦だったり、はいはい、この経済戦争、そして軍事としての国防という、この3つがあるかと思うんですけど、はい、ちょっとお時間の関係でそこまでいきませんでした、はい、そうですね、また機会のあるときに、はい、どうもありがとうございました、はい、いろいろと長い時間、いやいや、どうも、では今日はありがとうございました、はい、終了させていただきます、どうも失礼いたします、ありがとうございます。